僕ロックンロールが大好き、サタデーナイトインザモッシュピット、なんでなんだ UFO に乗っかった、違う星で聞く君の話、優しいガイドもついているし、アンアンアン真面目なエイリアン、君はエイリアン、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 いつもご機嫌な番組ということで、お送りしています。先週は公式生放送ということでありましたが、今日は、改めていつものこの上野に戻ってきました。今日は中日と日本と、いろんなお前のヌードから来たな来たよ俺は来たいな、ね、ギャラリーに来た人しか見れないね、貴重なねヌードをね、まさかの監督ね、最後に持ってきてましたね。まあまあ終わったんでね、思いっきり、貴重な映像から来ましたね。そうなんですよ、本当にお前のさ、今年のさ、書き初めでさ、実は今年どんな年にしたいかみたいなことさ、書き初めしたじゃん、うん、その時君、本当に羅針って書いて、いや本当にね、あなたのさ、裸から始まってで夏のコミケのあの裸、まさかの裸の同人誌、あなたのヌードの同人誌からの秋に来て、まさかの東村明子が描くあなたの裸っていう、いやもうね、ちょっとね、奥裸祭りだよ今年は、恐れ多くて恐れしかもなんか成人みたいな、なんか宗教画みたいになってた、ね、そう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 、16世紀みたいな感じ、そうだからルネサンス後期ぐらいのやり方で、ロシアっぽい感じ、いや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 、ね、なんかね、末席を汚してますね、現代美術、あなた現代美術行きましたけども、僕は来ました、あっこのやつこの幅の広さ、あ本当にねすごいよ、16世紀から、とりあえずあのヤンサン美術、昨日で無事終わりまして、はいはい、たくさんの方に来ていただきました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう、美術部の皆さんも来ていただいて、皆さんもヤンサン美術の皆さんも本当に楽しかったよ、楽しかったですね、楽しかったね、本当楽しかった、やばい、ありがとうね、本当ありがとう、すごい長いオフ会みたいな感じで、うん、いろんな人が何回も何回も来てくれたりとか、うんうん、奥住んでたね、ギャラリーにほぼね、あれなんだっけ、あの千と千尋のあのおじいちゃんみたいな感じだったね、あれね、かまじいですか、かまじい、俺そんなお前ギャラリーのかまじいで支えてたんだよな、ギャラリーをな、一生懸命な、今回初めてだったし、まあ一応ヤンさんから派生してるんで、まあ俺かクゼかシミちゃんが誰かに会えるっていう、ね、そういた方がやっぱりいいんだろうなっていうところで、出る日はなるべく出ました、うん、でまあこのことすっげえ面白かったのが、俺とお前で入り口でギャラリーの入り口で次の放送どうするかって話、真面目に話してた、そうお客さんが来て、新潟からファミリーの人来て、そういきなり本物2人いたのみたいな、放送始まってる、そう見てなっててね、新潟の三条からね来てもらいました、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しかったです、全国各地からいろんな人が、はい、来てくれて、うん、まあ、出店者もそうなんですけど、熊、はいはい、本だのなんだの、はい、岩手とかね、はい、うん、もうスペインでもロンドンでも見てくれてますからね、そうなんですよ、どんどん国際的になっていくんで、なってきました、うん、まあ、来年はあの、はい、ヤンさん国際映画祭を、はい、映画祭やりましょう、ヤンさん国際フォーラムは何をおっしゃってるんですけど、勢いで言ってますか、ということでちょっとあのなんかいろいろ
ヤンさん美術部やって思ったことがちょっと後半にそう、ね、だら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 というか、まあ、ちょっとだけ話させていただければなと思っております。とりあえずありがとうございました。で今日は、チューンナイトニッポンなんで、まあ、いつも通りですね、いろんな話がこうランダムで飛び出します、一個ずつちょっとラインナップ言ってきます。要するに面白い話をしろって話だ。そうもうね、頑張ってきたよ。頑張ってきましたか。いや、頑張るとダメだと思う頑張ると反省するんだもんで、なんかレイさんが今日から突然なんか1次会と2次会とみたいな話を、なんかさ、この長い時間耐えられないんじゃないか説があって、あ、うちの番組はとにかく長くなりがち、お前が帰りたくないから全部ね、そのネガティブなこと全部まあいいですよ、背負えとトランキューロっつってね、おっしゃんなよだったら海辺に住むんじゃねえよお前が海辺に住んでるからだろうがよまあ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 、そうそれはいいんだけど、なんかそのなんか最近の人はね、その長い時間に耐えられないみたいな、だからうちの番組もタイトにみたいなさ、いろいろ考えたんだけど、よし分かった、じゃあ前半無料部分あるじゃないですか、はいはいはい、あれは一次会ってことだよ。あの、まあ、YouTube で見る方もいらっしゃいますから、まあ、割とそのオフィシャルな感じでちょっとまあいいと思うみたいな感じでいきますので、いいと思うみたいな、それで当たり障りないこと言っていいかなみたいなさで、それで限定に入ってしてしみちゃんが回顧録をやった後からの、はい、うわ、もうそっから二次会ですから、おあのブレイクですから、で、まあ、まあ、ファミリーの前で、うん、俺はちょっと毒づいちゃうよみたいな、言いたいこと言っちゃうよみたいな、あれ、おお、じゃあガラッと変えるんですね、言いたいこと言っちゃう、すわへんやんなんかちょっと投げキスみたいな、いや言っちゃうよっていうさ、そんでそれ最後3次会なんかもう、あと3次会って何、3次会はバナナマンですよ、だから、うん、いつまで喋っててダラ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 っていうさ、だからその、 あの朝方近くのファミレスみたいになるわけですよ、はいはいはい、2次会と3次会の淡いがどそこが大事なんですよ、うん、ついつい限定で気がついたら私3時間やってることがあるんですね、だからそれがダメなんじゃないと思って、はい、だからじゃあとりあえずここで1回終わります、限定ですげえやべえ話ぶち込んだ後で、うん、いや今日も楽しかったよねみたいなカレーとラーメンだったらどっち好きみたいな話、あそれね、うん、あの、まあ、カレー派ですけどね、あれまさにあなたたちやってたって、うん、ここで明け方近くに、そうあのギャラリー終わった後に、うん、ギャラリー終わった後に一応中日打ち上げで夜中の2時半にカレーかラーメンかっていうディベートで盛り上がったらしいですね。そう、どっちがすげえな。頭おかしいですよね。そんな感じの。そんなことをだから最後にやって、だから、はい、あの、なんていうかな、もう疲れたと思ったら二次会で、まあ、書いてもらっていい。カーテンコールっていうかね。そう。あれですね。エピローグコードずっと。そんな感じでタイトルにやっていくて、うんうん。そんな感じで3次会まであってタイトルやるんですか。そんな感じだから3時間やるっていうのは甘えが出ちゃうじゃん。うんうん、だからそういう感じですよ。はい。わかりました。今日何やるかって早尾の話するぞ。よし、じゃあちょっと今日ラインナップいきます。はい。もう適当に行きますよ、これ、うん、何これ、神様メールがやばい、神様メールやばいっすよ、神様メール大変なことになってました、か何これ全く分からない、神様メールがやばかったですよ、分かりました、はい、ちょっとじゃあこれもお楽しみにします、次、まだ当たってない漫画のジャンルの話、いや、まさか、あ、なるほどね、競技カルタが当たるとは思わなかったよね、うんうん、って言ってんだけど、まだ残ってんじゃねえかと、うんうんうん、競技カルタとか囲碁以外にあるんじゃねえかと、うんうんうん、みんな探していこうと、わかりました。それちょっとだけ、この間やれなかったんで。続いて。忘れてたんだよ。来たよみんな。はいはい、来たよ。ついに。コップカーがやばい。お待たせしました。来たコップカー、もう、はい、何ヶ月待ちこれ。ね、やるよやるよって。やるコップカーついに来ました。はいはい、さあそして次。うん、バッドチューニングがやばいのばっかだね。バッドチューニングがやばい。やばい。バッドチューニングってあれですよね。リンクレーターの。デビュー作、デビュー作、うん、はい、またリンクレーター化感ちょっとバッドチューニングだけずっと見れなくって、へー、でなんかまあそのいつか見たいなと思ってたら、はいはい、今回あのなんだっけ、あのウェイキング、じゃあとエブリワンズサム公開に合わせて新宿であの一巻だけあの限定で公開されたの、ほんの2週間だけ、映画館で見たんですか、映画館で、それ見に行って、もう終わったんですか、もう終わっちゃったの、でもその後これ多分 DVD に出るね、だからそのだからちょっとまあちょっと感想的なものと、あと何がやばい、うん、何を見たらいいかなみたいな、全ネタバレすると思うんで見る必要なくなるかもしれません、その話も後にしますけど、はい、次いきます、うん、道元の話、道元やばいんだよね、道元はやばい、新人脱落、うん、やばいね、幅広くないですか、マジで
ちょっとだけ道元ちょっとだけちょっとだけ道元入れとく。ちょっとじゃない、ちょっとだけ、ちょっとだけ道元に入れとく。今 NHK でやってるんでちょっとだけそれに引っ掛けて次言います。ヤンマガ作戦、うん、ヤンマガ作戦で世界が変わりましたね。ほう、それはもしかしてあのトランプ先生の、あのオムレツおじさんでおなじみ、オムレツおじさんがやあれ勝った理由にはやっぱり後ろにねヤングマガジンの編集者いたんですね。あれはね、は何だお前喧嘩すんの全然態度悪すぎえと思って。はい、次いきます。ヤンマガの編集者、あ、これもちょっともうさっきも言いましたけど、早尾復活、早尾がさ復活するからさみんなお祭りだね。そうなんですか、うん、全然知らへん。岡田さんなんか多分浮いてるよ、多分10センチぐらい浮いてるんや、嬉しくてやっぱり帰ってきたよジジイッチってキャッキャッキャ言って、もうだからもう大変ですよ業界が。大変ですよ、はい、早尾ではおかえり早尾。そして最後こちらですね、うん、君エヴァ第9話、うん、やばい、一番やばいやつ来ました。来ましたか、君エヴァ、はい、シンクロナイズドスイミングですか。来ましたか、はい、はい、見ましたよ、ね、見ました、これをあのシャッフルしてランダムにやるんで、はいはい、その話します。何が出てくるかはちょっとね、はい、お楽しみと、はい、いうことで、はい、はい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 、じゃあクゼさん、うん、ここでいいんですか、はい、シミカス兄さん大丈夫、シミカス兄さんからでもいいですか。いやいや、クゼさんいつもの感じで目つぶってや、目つぶってや、分かった、ちょちょちょ待って、あ、ちょっと待って、多いな今日。なんやな。やるで。じゃあのやり残してもいいや。もしかしたらそんなこと言ったらコップか、またやり残すかもしれない。はい、どれ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 、トランプの話ですけど、はい、トランプ先生、トランプの話が面白くて、でもシャレにならないことも多くてで、まあ、それ奥君ともうちょっとね、あのどうすんのみたいな話もちょっとあの LINE でしたりとか。そうですね、ね、うん、はい、あなたはなんかあの当てたらしいじゃないですか、まあ、俺とダロ君は、うん、もうあの証拠残ってますから映像で、うん、ダロ君のニコ生で、あの深夜2時頃にトランプだろうっていう話で2人で、うん、トランもうなんだかんだ言ってトランプ勝つって言って、うん、で大統領選やっぱトランプ勝ったんで、うん、俺とダロ君予言者なんで、うんうん、まあ的中ですよ。おいおい、他の評論家みんな外してるけど、的中ってまあ2択やけどな、ね、いや、ど、まあ、まあ俺が喋るやらない方がいい乙女かレイさんの番組ですから。クゼさんどう思いました今回のトランプ振りますね、はい、確信入りませんね僕トランプ現象、はい、なんかどっちも嫌だったけどこう来たかっていうところですかね、うんうん、まあ、だからどう変わっていくのかちょっと不安ではあります、ね、いやなんか後になって笑えなくなる可能性があってこの話で。そうなんですよね、それが一番ちょっとゾクッとするところではあるんだけど、うんうんうん、歴史のターンもだけど、まあ言ってもさ、うん、まあオバマになって融和みたいな、うんうん、ね、平和とか、うん、核やめるとか、うん、まあいろいろ言って平和、うん、ノーベル平和賞みたいな、うんうん、なって結局何も変わらないず8年みたいなさ、うん、っていう、まあ、むしろさそのさあの、まあ、戦火は肥大しみたいなさ、うん、その拡大しみたいなさ、うんうんうん、まあ本当被害も多くなりて、うんうんうん、でまあ、血生臭い話が多かった、まあ、ドローンガンガン使うんでね、うん、もう何つうの最悪な状態になってった。だからあのオリバーストーンに言わせるともう羊の皮をかぶった狼とはそのオバマのことだとか言っちゃってる、うん、それくらいなんかその事態がそのブッシュ政権以降以上に深刻になってったっていうのがオバマ政権だったっつって、でしかもあのブッシュ批判して、でそのブッシュが広げた大統領の権限 いやいろんなものをオバマは変えなかったんだよね。あ、そうなんだ。アンチェンジだったんだよあの人、うんうん、だからあんだけチェンジチェンジって言ったんだけど入った途端にアンチェンジだったんだよ。だから今回トランプが言ったことっていうのが中入ったら途端にやっぱりいい子になってるのが面白くて、はでなんかその発言がすげえいい子になってヘイトクライムやめろとか、うんうん、なんか中国は友達とか言い出して、うんうん、お前なーってお前すげえなーとかって、でそうするとさやっぱ考えちゃうのがやっぱり、うん、アイコンってことってことなんだから、うん、そのアイコン、だから日本の総理変わっても日本変わんないのはたまたま上にいる人変わっていくだけで別に基本的に土台は変わってねえんじゃないかって、うん、よく感じる官僚がどうこう、うん、官僚機構がね、でオバマの時にそういう絶望を味わってんだよね、はいはいはい、だから変えたいって思ってる人たちが、まあ、いっぱい行ってみたいで、ヒラリーはそのオバマ継承するからいい加減にしてろ変えろっていう流れで出てきてる流れなんだけど、ここもまた
もしかしたらこういうキャラだったら票取れんじゃねえかっていうキャラ作戦っていうかが見えてくるよなっていう気がしてならないんで、だからそのオバマのキャラクターってあの当時すごい有効だったよね。だからその白人の2世の大統領が世界を最悪の状況に落として、でしかもものすごいその借金したんでね、負債を抱えてた。でそこに黒人初の大統領イケメンシュッとしてて、でまあそのチェンジを言って平和核やめるみたいな、そんな温暖化もちゃんと考えるみたいなことを言って出てきたから、これ若者からさ絶大な支持が出るのは分かるんだけど、じゃあ次どういうキャラを出したらウケるのかって話ですよ。でこの時にいやー俺思うんだけどヤンマガっぽいなっていうね、今回のキャラはトランプが、トランプが、で俺ヤンマガさ実はさヤンマガで蹴られてヤングサンデー行ってるっていう流れが実はあってね、はいはいはい、でモーニングでデビューしてヤングサンデーに引き抜かれて、結局俺また モーニングに戻るんだけど仕事をもらえなくって俺アフタヌーンに行ってんだよ、はいはい、でアフタヌーンで3回で打ち切られて途方に暮れてるところにヤングマガジンに1回行ってんの俺。へでヤングマガジンで立ち上げた企画がボコボコにされて、もう方法の手であの俺ヤングサンデーに戻ってくるっていう。へごめんなさい浮気してみたいな、もうしませんみたいなだって俺ヤングマガジン、ヤングサンデーって創刊時に20歳の俺に電話してきて直接、ほんで書いてくんないかって言ってくれたとこなんだよ。わすごい。それなのに俺は講談社に浮気してフラフラしてるからひどい目にあって、それで俺ちょっとすいません心を入れ替えます、本当に浮気してすいませんでしたって言って俺ヤンさんに拾われてんで、だから俺のヤングサンデーっていまだに続けてるわけよ。なるほどね。この番組にあの俺の中のヤングサンデー続かない、あの終わらないみたいなさ、強だねって、義教精神だね。義教精神ですよ。そんでその時にあのまあいろいろ思ったんだけど、いやそのね、青年誌、三大青年誌三国誌っていうのがやっぱあるわけで、でヤンジャン国とヤンマガ国とスピリッツ国っていうのがあって、はいはいはい、そこにヤンサン国があったんだけど、まあ、これ滅亡しましたヤンサン国滅亡しちゃったんです奥野さん。それで炎症だね。そう、炎症です、炎症です、うん、で、まあ、俺はその滅亡したヤンサンを思いつつ生きてるわけですけど、そうですね、まあ、今はそのスピリッツ国に移って、はいはいはい、早しいんですけど、うん、そのまあその色みたいなのがあってさ、でそのどういう漫画が作ったかっていうと、やっぱりさあのどの国もね、建国は本宮博士から始まるんですよだから関帝国が本宮博士から、だからもう本宮関帝国から始まってます。でジャンプもそうですから、どれもですか、男一匹から、そうですよ。でモーニングも大いなる勘ですからね、だからもうモーニングもあの全部に書いてある。そう、それでそう、その後ヤングジャンプ帝国を起こして、またここも新たなる勘帝国でサラリーマン金太郎ですから。はあ、もうだから真の始皇帝みたいなもんですか。そうそうそう、だから曹操が生きてた頃のそうだからあちこちにもうその本宮勘帝国で、まあ、一回統一されたんですよ勘、うん、は。え、そうて、もういい加減だわ。想定の話や、想定の話や、別に何も言わない、想定の話やね、想定の話やね、うん、そんでそれはともかくいいんですけど、びっくりした。まあ、ヤンさんっていうのは冬物語と大井龍馬っていうのが柱になってた、はい、でそれは主に浪人の子とかが、まあ、その切ない青春、大学行ったらなみたいな、うん、っていうのと、大学行ってからの話が、メゾン一国、うん、で要するに、ちょっとちゃんと勉強しなきゃ、偏差値上げなきゃとか思ってる人たちが小学館の青年誌を読むっていう風に流れがあって、うん、で一方ヤングジャンプっていうのはそのジャンプの王道にプラスエロなんエロスプラスバイオレンスを拡大してるっていう戦略を取ってて、でまあまあいろいろあるんだけどね、大量の萌えが入ってくるんだけど、でもそのヤンジャンってやっぱ王道だった。で、うん、ヤングマガジンはどうしたかっていうと、これあれですよ、これトランプと似てるんですよ、東海捨ててんですよ、都会を捨てる、都会を捨てたんですよ。あー、だからあの地方 あのコンビニしか明かりがないところで集っているやつらに向けてお前らのことを書くぜっていうのが、そうヤングマガジンだったわけよ大体。でそこにもアキラがあったせいでちょっとこう広がりを持つんだよ。でそこにクランプさん入ってくることによって、まあ、萌えも行くんだけど、うん、でもそのヤング元がビーバップハイスクールだから、うん、はいはいはい、だからそこの伝統があってさ、でこれどういうことかっていうとさ、都会に行かなかった田舎のやつらに向けてんだよね。だから上京しなかった組の方が多いんじゃねえかっつって。なるほどね。明らかに政治は彼らを無視 しすぎてる。はいはいはい。で、そいつらがもし投票所に行ったら世界変わっちゃうよ、国変わっちゃうよっていうこと、この国の人たちもどうも気がついてなくって。
だからトランプ云々じゃなくてトランプの背後にいるシンクタンクおよび戦略家がこれはどうも右寄りの人たちいっぱいいるんだけど、まあ連中が頭いいんじゃないかという、だから彼らの脚本に興味があるわけよ。で奴らが取ったのがまさにヤンマガ作戦なんじゃないかと。なるほどね。っていうことをかそう考えないとどうも今回のがその腑に落ちなさすぎるんだよね。なぜかっていうと目的わかんないんで、あのトランプおじさんが大統領になったの、うん、目的だからああいう人って大体ガハ親父で権力と金と女と全部持ってるんだもん、あの人、うん、そうで、あとだからなんで70歳になってまたそれやんのって疲れない、うん、名誉ですよ、うん、だとするとさ本宮博士かって話なんじゃん。そうなんですよ、そうなんですよ。だから最後歴史に名前残すのかみたいなさ、そうなのかっていうと、いよいよこの後ろにトランプに乗っかって儲かるっていう人たちもやっぱいっぱいいてさ、うん、そいつらが圧倒的に頭いい人たちがいっぱいいたんじゃないかと、うん、でそれがだから油断してたザ・プレジデント側、要するにあとヒラリーってあれ雑誌で言ったらベリーですけどね雑誌で言ったー、だからね、わかります。コンビニの雑誌コーナーあんじゃん、はいはい、コンビニの雑誌コーナーでヒラリーが読める雑誌ほとんどないんだよ、うん、ヤスブックセンター行かないとないわかるこの違いだけど、コンビニ行くとその南の帝王から始まるから、だから、うん、そのだから廉価版の南の帝王とか、うん、そう静かなるドンとか、うんうん、そういうそこに向けてあいつらあれを読んでいる連中が一生懸命働いてんのになんでこんなに金がねえんだっていう、そうそうそう、頑張っても頑張ってでそこの持ってきようがないっていう、これがだからアメリカ全土であったんだろうなっていうか、だからアメリカのヤングマガジン層がいて、そこにだからあドーンと行ったんだろうなっていう気がすんなと思ってさ、なるほどね、そう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 、まあそれだけ、まあ行こうかな。この後俺がトランプだったら何するかって話しようかなと思ったけど長くなるからいいかな。聞きたいでしょ聞きたいですよ、それは。お前朝起きてトランプになったらどうする？トランプになったら、うん、目覚めたらトランプなの、もうトランプタワーの65階で目が覚めるの考えたこともないね。考えたことないね。いやまあとりあえず、うんうん、だってあの人無給でやるっつってんでしょ、うん、大統領職だって金いらないもん。そうそう、年に200億円だっけ。だから別、うん、なんかそう同じようなことするんじゃないかな。でなんか面白い政策打ち出すと思いますよお前かっこいいな。なんか一番面白いのは副大統領をゴアにしたら面白いよね。いやないないや俺のドリームだよね、うん、なるほど。うん、なんかでも軍縮はすると思います。俺がトランプだったらもうなんかなんでアメリカ、俺がアメリカ大統領だったらなんでその他の 国に、まあ、地球の裏側まで行って、うん、その秩序を維持しなきゃいけないのかみたいな、うんうん、その利権とかあるかもしれないけど、うんうん、もうそのとにかくアメリカだけで経済回せるような体制に徐々にするために、うん、まあ脅しすかし他国を、うんうん、でも徐々にこう軍縮を進めて、うん、まあもう一度ちゃんとしたアメリカを見てみたいけどね。はい撤収。そうそうそう。就任式で、はいみんな帰ってきてって言って、世界の秩序はどうなるかっていうのは見てみたいけど。いや絶対混乱するし、戦争は増えるんですよ紛争が。パックスアメリカーナの終わりを目撃するんじゃないかっていう。だからでも本当にそれがその本当機能してたかどうかっていうことだよね。だってプーチンかっけえと思ってるわけじゃないでしょ。まあね。プーチンマジやべえ。プーチンマブだから本当かどうか分かんないですけど、ね、でもプーチンも早速も俺ら仲いいから、あいつ俺好きだし、うん、すごいプーチンも面白いから、すごいね。だからトランプ信じたい。あんまりのプーチンのこと言うと影ベイにだからトランプ信じてヤングマガジンの連中がどこまでヤングマガジンのドリームカムトゥルーするのかっていうのかなっていうのは、うん、まあちょっとね関係ないけど一個気になったんですけど、なんすか、レイさん、うん、早尾とか、はいはい、守るわねとか言うじゃないですか、うんうんうん、なんでクランプだけ3つけたんですか今日。怖い次行きましょう。なんでクランプってだって集団だからあそういうこと、うん、なんか呼び捨てするかなと思ったクランプ3だったかもしれない。あごめんごめん。では、はい、あもう引いちゃっていいんですか。うん、引いちゃって次行こう、次行こう。しみかずにさん、いいよいいよ、高ちゃんやっちゃって、いい行きますよ。あじゃあこれにしよう。それそれでいいのね。どれこれでいい。はい来ました。こちらなんだ。はい、おまだ当たってない漫画のジャンルの話。あ、はいはいはい、はい、おいいいテンポで言ってますよ、うん、あ、外した来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 
ココスモが溢れるよ。ポップカーの時もう一回かけます。わかりました。なるほど、ね、なぜかっていうと暗くて見えないんで。すいません。いや面白いな。そうまだ当たってない漫画のジャンルの話ということなんですけど。これ興味深いね。いやこれは結構みんなかんちょっとなんか考えやすいし面白い。コメントで言ってや。うん、ね。そう奥なんだと思う。まあそんなのまあいっぱいあるような気はするんですけど、ね、なんだろうな梅干し農家の話とか。え限定やばないそれ。あ梅干し農家の話だったら、うん、あの進撃の巨人の子が確か実家が梅農家だから、うんあの、あいつかけんな。あいつあいつが、だから伊佐山さん伊佐山はじめの進撃の梅干しっていうの読んでみたいな。すごい見たことないやつ進撃の梅干し。あいつかけんな。どういうことなんだろう。いや、それを振ってみてあいつのそのクリエイティビティにかけてみたい。あ確かにあそれはかけてみたいですよ。それがまだだから梅干し巨大化するのかどうか分かんないですよ。なんでワンアイデアなんですか。なんか雑誌1個作ったらいいかもしれないですよ。この人にこのお題とこのお題与えて新作書いてくださいっていうのばっかり集める。勝手にやるか。じゃあ編集会議やりますか。だからやるか。じゃあ伊佐山は本当にいいのか。梅でいいですか。梅干し殿下でいいんですか。俺別に言ってない伊佐山さんが梅干し梅干し殿下でいいんですか。でしみちゃんはなんかこのジャンルやってないみたいな。美容師ってある？そう、俺も美容師考えてた。何？あったよ、漫画、美容師の。何？え？何？タイトル？うん。タイトル？タイトル忘れましたけど、ありましたよ。あったということだけは。ウェブに移行した。多分ヤンジャンとかで連載したと思います。最初は。あったっけ？うん。あったと思います。あったか。で、タカちゃん。わかんない。工事現場。おっと。とかそういう。それあるでしょ。あの黒沢だっけ？あのあれあの人のな。黒沢なんだっけ。黒沢だよね。あの黒沢だよね。最強伝説。はい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 。ざわざわざわ兄さんね。うん、ざわざわ兄さんの。ざわざわ兄さんって。あとなんだろう。若林健二君が怒涛の笹口組っていうのを昔書いてて、そう、それは俺のとのデビューの時と大体同じぐらいのタイミングで、あれも完全に現場の話だった。現場の話工事現場みたいな、ね。そう。だ絶対ないなって言われてた。だからメジャーリーグ漫画とかが当たったのがすごいよね。あと落語が来たよね。あ落語来た。落語はちょっとなかなか難しいだろうなって、うん、で俺はねあの いろんな人が挑戦して大失敗してなんでダメなのかっていうサーフィン漫画ね。おーサーフィン漫画が今一つメガがない。メガヒットがない、うんうん、だからなんか叙情的な感じになるんだけど競技サーファーっていうやつは結構ドラマチックだよね。ひよこ鑑定士漫画。ひよこ鑑定はなんかいけそうな気がする。ニッチすぎない。なんかそれ何か続けられるんだろう。でだからさ今回さフィギュアスケートアニメが当たったじゃん。ついにさ、うんうん、スピードスケートとかね。あでもスピードスケートあったよね。あれ違うわ。フィギュアスケートがあったんだ。で、7つの滞在。アイスホッケーで挑戦してたよね、しばらく前にね。え、それ南国アイスホッケー部のこと言ったの？じゃなくて、あれは逆だもん。クメタスカイルじゃなくて。コス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 じゃなくて、本気のやつやってたよね。あと、ボーリングが当たんないよね。だから、ボーリング漫画？ボーリング漫画。だから、ラッキーストライクって江口さんがやろうとして、すぐ辞めちゃったんだな、人。今で辞めちゃったかな。あれ、江口さんが本気で、あのボーリング漫画や、女子のボーリング漫画やったら、本気でやってたら、すごい可能性すごいあったろうなと思って、今もすごい思う。ボーリングはやっていけんじゃねえかなとかと思う。あと残ってるのがカーリングがまだ当たってない。いやカーリング新しいからね。いやカーリングってすげえと思う。だからその萌えの要素も炸裂してる。あ確かに確かに、うん、で現に実際にその可愛い女の子たちいっぱいいてさスターになった子もいるからさ。あと国際的じゃん、うん、あれって。だから有利のそのやり方でウィンタースポーツってことですね。ウィンタースポーツだからなんかリュウジュとかやっても絶対面白いよ。リュウジュ、リュウジュ、リュウジュの何が面白いんだって言いながら見たくない。ああ、で微妙な体重移動とかね。うん、うんうん、でもそれでさなんかさ怪我してさダメになっちゃったやつとかいてさ、でお前いい加減ぜとか言ってさ、俺の乗れるんだ、俺のソリだとか言ってグッてんなっつって、なんでこんなに迫力、なんでこんなに全身タイツみたいな格好しなきゃいけないんですかみたいな、それを超えるんだみたいな。あなた大好きです。僕は大好きです。あなた主人公でやれてる。ライバルとかどうすんの。ライバルだからさ、天才とかってどういう、途中ですっげえ太っちゃったりなんかして、逆に速いとか、全然赤いやん、逆に速いぞとか、そういう分かんないですよ。だから逆に筋肉をつけて、体重は重くして、映画やったらクールランニング、クールランニング、クールランニング面白かった。だからあれをミスマッチで当たったわけです。あれ当たった。あれと同じ構造
言われるんじゃない。リュウジソロだから面白い。だから何してんのって感じがいい。だからあれ学校で一人その一人だけ練習してるとか言ってさ、うん、やっぱり長野県出身がいいかな。そうですね、そうでみんななんかスノボとかやってんのになんであいつだけリュウジなんだとか言ってリフトに必ずソリ持ってガッ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 と上がってくるやつがいて、なんなんだあいつはとか言って、そんなところから始まるみたいなさ、うん、でみんながその修学旅行で、うん、あのスケボー、スノボとかやって、うん、わーとかやってて、偉そうにやって、そういういじめられっ子がリュウジだけ持って、お前もスケボーあできないんだなあいつとか笑われて、誰よりも一番上まで行っちゃって、うん、みんなのことバン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 追い抜いて、はあ、連載1回目でな。はあ、で下でコーヒー飲んで、下でコーヒー飲んで。あいつは誰なんだみたいな。もう次書いてる。いけそうよ。ダメかな。一応みたいかな。いやでもなんかチーム戦の方がやっぱ人間関係あるから、ね、やっぱボブスレーの方がいいんじゃないかな。リュウジよりは。まあね。え、稼働漫画どうしますじゃあ。稼働な。稼働で歌？え？稼働あ花か。お花。お花か。うん。絶対いけるって。稼働。カドいけるって。カドいけます。いけるよ。そう、何々流何々奥義みたいな行け方とかあったら、あのただバトル漫画でもいけるし。それもだからあれやろ、おじいちゃんの育てた、おじいちゃんと育てた花を切るのみたいな。そしたらお前のためだと思ったなんとも思わない。いいのおじいちゃん。もう見開きでパキーン。いけるって。いけるちょっといけそう、ね、いけるっていける。もう出てちゃった彼女がの部屋にバーって行って、あんなひどいこと言ったからいなくなっちゃったかもしれないと思ってガラガラって開けたら一輪の花だけ。めっちゃおろいや。何そのシーン。でだから私を見てたのあなたはみたいな、俺は花を見てなかったなんつってね。そうそう、ね、一輪差しの魅力に気づくみたいな。美味しいもみたいな対決でもいいかもしれないよね。思考の稼働、うん、思考の稼働、究極の稼働みたいな。ゲートボール渡ってる？ゲートボールはそんな漫画ある？いやゲートボールいけんじゃん。ゲートボール。まあでもその高齢者向けっていうことで、しかもあのなんかよくわかんないルールのものっていうのを知りたい。よくわかんないルールのものの方がまあ知識欲というので、おじいちゃんとクリケットとかね。っていうか若い人が苦手な可愛い女の子が、うんうん、おばあちゃんに連れられていつも行ってたんだよ。どこにゲートボールしに？ゲートボールしに。あるかな、その設定。ちょっと遊んでるうちに、あれこの子はまさか。その天才の一番目のカット。必ず引きのやつ。いろんなやつありますよ。いろんなやつありますから。そうそうそう。そうそうそう。そういうのダメかな。もう何もダメじゃないですよ。ダメかな。靴磨き漫画は？あ、え、靴磨き漫画？それはもうガード下の靴磨き。あの人間交差点的な感じでやると。そういけるか。地味にね、大ヒットはないかもしれないけど、ほのぼのと。なるほどなるほど。それいいかもね。うん。そうね、うん、まだね、そのなんかグルメ漫画でもこれは言ってないみたいなのあるじゃん、うん、だから焼きたてジャパンとかだとパンじゃん、パンだね、だからそのジャンルごとにさ、うん、カレーなるし孤独だとカレーだしみたいな、なんかいろんなラーメン堂みたいな多分あるし、そんな一個一個漫画作ってたら世の中漫画だけど生姜焼きだけの漫画作ってた。俺あのシンクロナイズドスイミングないかなと思ったらあんのね。あんのある、シンクロナイズドスイミングっての漫画がある。マジで？そう、普通の OL なのにみたいな、なんかちょっと面白いと思って。アフターファイブはシンクロナイズドスイミング、そんな感じ。マジ？そうで、これって面白いみたいな、みたいなのがあったりとか。そうそうそう、あと、ね、八百屋漫画、介護士、あ、介護士は、介護士は絶対出てくる。そう、それはあるんじゃないかな、うんうん、いい話しかけるな、多分、うん、出しマスターあったね。出しシミちゃん大好き、シミちゃん大好きなやつ。そうなんだ、シミちゃん出しマスターにハマって、介護あるずっと出しのうんちく言ってくるんだけど、あるだ。家でそんなの作れねえからっていう。あ、マグロ漫画は絶対数字取るだろうな。あ、マグロ大好きだからね。あ、ヤクザの介護士のあったね、なんかね。大間出身なんだな。大間出身でマグロが大嫌いな男の子が青森から上京してきて、結局俺はマグロしかねえんだみたいな。何見えてんのか。いやいやいや、パーンってなんとなく。そう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 、プロバス、プロバスな。ああ、なるほどね、うんうんうん、部活のバスケじゃなくて、マグロが求めよ。あ、スズメバチだから、それはね、そうね、だからあの何、夕方のニュースがない時の、うん、ラーメン、スズメバチ、うんうん、マグロ、うんうん、その3つ足します。あと主婦の万引きね。あ、主婦の万引き、あとゴミ屋敷。じゃあこれ5つ全部いっちゃいます。ちょっと待てよ、読めるかなそれ。いや、それぞれじゃあ、あれだ、それぞれがその代表レペゼンが出てって。レペゼン、スズメ、何と戦うんだこれ、社会か。いや、できるかな、自分自身と戦うから、うん、最初スズメバチを駆除してたやつらが、うん、なんか
未確認生物、うん、ユーマをどん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 その、うんうん、倒していくっていうバトル漫画にしたらいけそうじゃん、うんうん、だからスズメバチ用のあれじゃダメだみたいな、中華機持ってこいみたいな。他のキャラクターどうすんのよ、主婦の万引きとかどうすんのよ。主婦の万引き、さっき話してたやん。あごめん、今渡り哲也でずっと俺の脳がいや俺もね害獣駆除漫画は考えた、うん、考えたんだ、うん、考えたの。こんなきつい薬使ったらやばいっすよ先輩みたいな、うるせえ俺に知られたらどうすんだ先輩みたいな、先輩しっかり起きてくださいよ、嘘でしょ先輩死んでるやん5年後同じ薬を使うと思わなかったなダメだ、決め台詞、汚物は消毒だよ。もっとの結果うまいねああやべえやべえやべえ。あとね、うん、あのねあのこれ久世さんが大好きなね飛び込み漫画ないね。あ飛び込み漫画はないよ。だからラフがそれちょっとやってたじゃん、うん、あの、うん、足立先生、あちょそうそう、だけどなんか そっちに特化してないよねと思うよね、うんうん、あのほぼ静寂ですからね、あのあそうそうそう、ほとんど沈黙なんで。でもねスラムダンクの最後の試合みたいにずっと何もしゃべりとかない。でも絵の上手い人が描いたら結構いける感じ。レイさんチェス、うん、来ましたよ。さあこれレイさんが描くべきじゃないですか、うん、次チェス漫画どの出版社だ聞いてるかどの出版社から聞いてるのか、うん、もういいや、行こう、はい、そうそう、今日止め方難しいな、難しい、面白い、面白かったじゃん。あと面白い、あとストリッパーものもないよね。ストリッパーものもないかもしれない。えそれなんかエロ漫画でありそうじゃない。えそうかな、まあ、かダイエットっていうのないけど、すげえ普通のやつでやるんだよ。で浅草ロックにデビューするのが夢ですみたいなさ、うん、そんな人いるの。それ終わっちゃう、いたら面白くね。ああそういうこと、はい、次行きましょう、はい、止まんない。近未来でそこに出るのがまあいいや、はい、行きますよ、これで、うん、いいよそれでいいよ、うん、それでいいよ、うん、分かった。あやべ来ちゃったごめん、来ちゃったこれで来ちゃった前半で、はいコップか、やばい、へいへいへいやばい、やばい、お待たせしました、コップか来ましたね、待たせすぎだろ。ベーコン界一の俳優だからもうケビンベーコンが出てますけど、ケビンベーコンしか知らないの。俺ねちょっと、ね、かけてる、うん、ちょっとみんなに謝らなきゃいけない。何ですか。やっぱり俺は我慢できなくて、はい、どうしても面白いことを言いたくなると、はい、ネタバレの防波堤を超えてしまう私の心の津波が詩人ですね、はい、だって面白いこと伝えたいんだもん、うん、モードみたいな。それでもあのこれから映画見たい人の気持ちを考えてくださいよ言われたら、うんそうかもしれないなとも思う。そこで思いました、分かりました大久保さん、はい、あの時々月1ぐらいで全ネタバレ解説、うん、っていうのどうでしょう皆さん。あいいと思いますっていうか、うん、それ言わなくても全部バレてる、ね、お前俺のブレーキなめんな俺なりにお前踏んでっかんなブレーキな、サイドブレーキも。そうマジでそれはダメだって言いながらそういうなんか そんな感じのボブスレーだ俺の人生は止まらないボブスレー。いやでもルールは決めた方が分かりやすい。だからいいと思うんですよ。公開中はしゃべんないです、はいはい、であとまあ、1年ぐらいは寝かした方がいいんじゃないかなとちょっと気がします。ああ公開して、公開してから1年ってことですか。だからDVD になってから1年ですか。まあ、公開してからしませんか。だいやだからちょっとでも早い方がいい。なんならいやそうなんだよな、その時じゃないと喋りたくないみたいなのもあるんで、だからなんなら、うん、そのコーナーみたいな、ネタバレコーナーブヒブヒみたいな始まって、でみんなちょっとそこだけ見ないで、うんうん、あのネタバレ嫌な人は、うん、それで終わったら、はい終わりましたみたいな感じで。それいつもと一緒にあれどうなんかそのデジャブが俺が言ってんのは俺ノンブレーキでやりてえっつってんだよもうとにかく全部言いたいんだとそうぶちまけたいんだと。したら面白いもん。わかめちゃん、それじゃあ月一でやりましょう、うん、そういや、ね、じゃあ1年公開から1年以上経ったものはもうこれからやるときはもう全部ネタバレするんで、ただ予習するときは前もって言ってくださいね。いつもそうじゃん、ワロタ。はい、ありがとうございます。そうです、そうです。もうなんかもうみんな俺のことを患者だと思ってちゃんと見てくれてる。わかりました。クランケとして頑張っていきます。はい、ということで、じゃあその第一弾国家2015年で、はいはいはい、制作組織がまああなたの大好きなケビン・ベーコンですよね。あ、そうなんですか。そう。ケビン・ベーコンが企画組織してるなんだけど、そうだけど、まあ、これは どういうことかというと、これを、まあ、まずその超若手のね、ジョン・ワッツっていう人が、はい、いまして、はい、でこの人があまりにも才能ありすぎて、もう次こいつの時代来ちゃうんじゃねえかっていうくらいの盛り上がりを見せてて、でケビンは忙しいんだけど俺参加していいから
俺そこに1枚噛んどくから今のうちになるほどみたいな感じで、でなんでかっていうとこの後コップカーやっぱ評判良すぎたんで次のスパイダーマンはこの人取りますからね。へえ、来年のだから、ね、まだスパイダーマンやんのかって。でもそれってスパイダーマンってもういろんなことやり尽くしてハードル上がりきってるから、ね、すごいね。それをやらせるかっていうところまで生きてて、でこのそのジョン・ワッツってまあ若いんだけどすげえ面白い人でさ、この人さでさホラーをもともと作ってた人なんだけど、自分でホラー映画作って YouTube にアップして、それが話題になったんだけど、その時に制作総指揮イーライ・ロスっつって実在のホラーの帝王の監督の名前勝手に書いちゃってるの。あってもいないの。でそのさイーライ・ロスっつったらさ悪魔の毒毒モンスターでおなじみの B 級ホラーアクションのまあカリスマなんです。でまあそのいろいろとダイバージェットのこともいろいろやってるんだけど、まあ要するにホラー業界では知らない人いないぐらいの人なんだけど、この人もパロディが好きなんだよ。はいはい、そんで面白い映画がどうもホラーが上がってんぞって言って見たら、そのイーライがそれ見たら俺の名前勝手に使ってやがってこいつ最高だなって。あ、かっこいいですねそれは。これいい話じゃない。いい話。じゃあお前ちょっと一回ちょっとデビューとかしてみるみたいな。マジっすか、俺いいっすかっつって撮ったら本当にそれが面白くて当たっちゃった。はあ。それで満を持してそのケビンもあいつちょあいつの時代来ちゃうなっつって、俺の時代続けるためにはここ一発乗っとくべっていうのが。ケビン・ベーコンの時代って今まであったの？名優だけども。でねこれまあとにかくさ、なんつうのかな、こう説明の少ない映画でね。うん、でまあ見たと思うんだけど、あの後見ました。そう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 。で、まあ、いい映画でしたよ。いい映画ね。で、コップカー、何っつってで誰がキャラクターなのっつって、でなんかその一見さそのケビンがさこういう佇まいで出てくからさシュワルツネッガー的なやつかなとかさマッドマックス的なやつかなと思ったらさ、うん、全然そうじゃなくて、ね、むしろタランティーノ的な感じなんで、うん、だからそのでもタランティーノみたいにおしゃれじゃなくって本当に確信つきながらちょっと笑えてるっていうさ、うん、憎いとこついてんだよね。うん、でまあさ最初からさこれがトランプ現象とちょっと被るところがあるなと思って今回やろうと思ったんで、で最初にあの家出少年、中学生の家出少年2人がとぼとぼと膨大な荒野を歩いてるところが始まるんだよね。でしかも果てしなすぎんだよね。家どこにあったのっていうくらい何もなくって、砂漠でもなくって、まあ草原みたいなところ延々歩いてるんだけど、それがまあちょっと俺ってイケてる系のトラビスと、まあちょっとナイーブな感じのハリソン。このハリソンはあれですかね、おばあちゃん子でね、そう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 、モルモットを飼ってますからね。でトラビスはヘビ飼ってますからね。でまあそのシングルマザーで育ったんだけど、義理のお父さんとちょっとうまくいってないみたいな感じで、まあそんなでもそんなこと何も言わずにテケテケと歩いてるシーンが始まったけど、この二人が実にいいんでね、最初にもう二人してあのおっぱいとか意味なく言ってそう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 、ケツとかそのいかにも東西してるんですね。そうだからいかにも中学生が言いそうなその下ネタを二人でただ単語をつぶやきながら歩いてってキャッキャ言って、でなんかそのキャッそれでそれでこれ面白いのが冒頭のシーンで鉄条網があるところ二人で抜けていくシーンがあるんだけど、こいつは盛大に抜けていくんだけど怪我なんか別にしたって関係ねえやみたいな感じ でもこの子はものすごく繊細にこうやってゆっくりとあの怪我しないように、ね、引っかかんないようにやって、うん、もうこの時点でやっぱ監督も本当に天才的なんだよ。だから冒頭の本当の数十分でキャラクターの置かれてる状況からその性格からそれからこの子この関係性までもうほんと一瞬で見せてる。ほとんどのセリフなんかもうで、しかも音楽もほとんどもううるさい音楽全くないし、やっぱだからいやこれちょっと待てよ、ちょっと天才の仕事じゃねえのみたいな感じで、でこの家出してってつってこの二人がチャカチャカそのキャッキャいて歩いてると、なんか知らないけど向こう側に車が止まってる、荒野の道もないのになぜか車止まってる、面白そうだね行ってみようか、キャッキャキャッキャ行く、警察の車なんだよね、うんうん、コップカーなんだよね、うん、そう、それなんですよ。俺最初はコップね、コップかと思ってた。おい何の話だろうと思ったら、おいパトカーっていうことなんです。日本語で言うとパトカーですね。そこでつまずく人いるんだいやいや、あこれのコップカーかと思って、伏線とかじゃないもんな。そうそう、あすいません。でまあうまいなと思うのがその、うん、お前ちょっと触ってこいよみたいな感じでこれ始まるんだよね、うん、そうそうそうで隠れながら行ってみて、いねえ誰もいねえとか言っちゃう、乗っちゃう、乗らないっしょ、乗っちゃうガチャみたいなさお前やるなみたいな、うん、だからその子供時代のちょっと俺の方がやんちゃしちゃう関連合戦みたいなので、俺なんかもう全然乗っちゃうからねとか
俺なんかこれひねっちゃうからねとか言って全然運転できないのに12歳なんだよ確かな、うん、それで中学1年だねだからね、うん、だからそれで運転とかしちゃうしとか言って本当に運転して出てっちゃったって、うん、そしたらケビンが戻ってくると。でなぜかそのケビンは警察の格好してるんですけど死体を埋めた直後だったってマジかって、ね、もうこの引きは本当うまずい、うん、強かったね言うかんね俺、うん、今日はもう言っちゃったもういいっしょもう散々いいっすいいっすどうぞどうぞノンブレーキだとこうなるんですね、うん、いやノンブレーキだと最後までしゃべっけどね、うん、あ行きましょう どうします最後までしゃべってね、うん、もう全然もういいっす、うん、いいっすかもう3ヶ月ぐらい経ってるんでみんなもう見たという前提で、ね、まあでまあそのでもねこれって思うんだけど、うんうん、なんていうのこの映画に関しては確かにあびっくりあびっくりっていくつかあるんだけどそれ以外のびっくりもいっぱいあって、はいはいはい、映画全体が非常に詩的で質が高いんで、うんうん、別にストーリー分かってようが分かってないが、うん、前が見てて面白いし感動できるんじゃないかなというのはあるんでまあ話しちゃいますけどそうそうほんでまあその2人がバンバン飛ばしてるそれでケビンはびっくりするそれでケビンは無線で自分のパトカーがパクられたってことをなんとかごまかそうとして本部とやり取りするみたいな、うん、そして勝手に人 の,、ま、隣町まで歩いてって、うんうんうん、それで人 の, その車をものすごく時間かけて靴紐でこう6個取ってあれ6本くらいかかってエンジェントあれがまたああいうギャグがそう長いっていうさ、うん、あれ面白かったな。それで人の車を盗んで、うん、それでガキが持ってっちゃった車を追っかけるという、ねうん、でもガキの方はガキの方でもう、ね、ほとんどだからそのイエーイになってて、うん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 、そしてイエーイどんだけスピード出せるかやってみようかって言ったら向こうからおばさんの車がすれ違って今のは何みたいな、うん、そっからまたね大変なことやって、うん、そう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 無駄なシーンがない非常にうまいよね。それでまあこの映画のまあ山といえば山ですけどねトランクの中にそのコップカーのトランクの中に男が入ってるんですよね、うん、それはおっさんなんですね、うん、血まみれになって縛られてるんですよね、うん、それでこいつどうしようみたいな、うん、でも自分もその悪いことしてるから、うん、協力してやるからおじさんはや助けてくれれば協力して、うんうんうん、でももう助けた瞬間におじさんに殺されそうになるっていう感じで、まあ、追い込まれる、まあ、肩をするっていう、うん、でまあそのどうしようもない男たち大人たちの中でなんとかな出てくる大人出てくる男は全員最低なんだよねほぼ最低 で、ね、であのおばさんだけがなんとか普通っぽいんだけど、うんうん、それほどではない、うん、ちょっとヒステリー持ってる、ねうん、そう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 で、まあ、みたいなそんな状態の中でだからこれってなんていうの面白いのがなんかダメマックスだなと思って俺見ててダメマックスだそのマッドマックスって、はい、そのなんていうの希望を持つなとか言って解決するみたいな話なんだけど、うんうん、そのなんていうかね全く頼りにならないマックスみたいな感じのケビンみたいな出てくるみたいな感じでそれでその最終的には、まあ、かいつまで言いますけど彼は希望に向かって走っていくっていうシーンで終わるよね子供がね、うんうんうん、でその子供がそのこの一方でそのやんちゃだったトラビスの方が意外と痛いことになって、うん、この、モルモット大好きな弱そうな少年が、うん、この人が一つ脱皮をして、うん、次のステージに行って引っ張っていくっていうラストに向かっていくんだけど、うんうん、ここが実に感動的で、うん、そのコメントでもあるけど、うん、スタンドバイミーの、ねうんうん、なんかそういうちょっとしたオマージュみたいにも、うん見てなくはない、うん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 、あとホームアローンっぽいところもあったっていうか大人が基本的に格好悪いんですよね、うんうん、そこら辺のなんか、うん、リアリティがそっちの方が感じられたっていうか、うん、子供は何にも知らないからもう、うん、ブンってやっちゃえるところを大人は全部先まで予想しちゃえるから、うん、そのやばいどうやってごまかそうかとか、うんうん、小細工をして、うんうん、で全然うまくいかなかったりとか鍵開けるとかも、うん、なんかそういう大人のなんか子供の気持ちには僕はなれなかったんですよ。それはやっぱケビン・ベーコンに僕はライドしてやっぱりってなんであの他に、うん、やっぱベーコン好きなんで、うん、ケビン・ベーコンやばいそれだとバレちゃうと思ってそのへえ、うん、クソガキ余計なことしやがってと思いながら見てたちょっとねへもう殺してまえよとちょっと思いつつ怖いな和歌山の、うん、和歌山の怖いわ、うん、ちゃんどうぞ感想、うん、感想はなんか場面とかが少ないのに内容がすごく濃く作ってるっていうのは、うん、まあすごく面白かったです。はい、高橋そこでおしまいそうね
高見ちゃんは。いや大丈夫です僕は、うん、あと僕はそのなんだろう、あれお芝居にしたら面白そうだなと思ってそういうの考えながら見てた。あの一幕物でああいうのよくあるじゃん。ああ。そうそうそう、ちょっとブラックコメディみたいなやつで、そうね、そうね、なんかあれに近い話書きたいな、うん、お芝居だったらワンシチュエーションできるなみたいなこと考えながら見てた。とりあえず見事ですよね、脚本も。見事、あとキャラの使い分けが見事だったね、うん、本当に。完全にね、なんかね、何にも媚びてないの、はいはい、本当に物語の力とキャラクター、うん、それが全部クソリアルにこうちゃんと動いて物語作ってるから、なんか説明的なセリフが全然ないのがやっぱ良かったですね。音楽もだから情緒的に煽ろうとか言って言うのじゃなくて、うん、だからさ、これは勉強になるなと思いながら見てしまうよね、うん、であとだからその前の年にさ、マッドマックスがさ希望を持つなって、俺何回もこの話してっけど、うん、希望を持つなって言ってて、で戻ろうって言って行って帰る話をやってるんだけど、うん、この状態だと、うん、あのその何にもない世界って希望があるように見えないんだよね、うん、で象徴的にその、あのパトカーをもあの掴んで、でその闇の夜をその、うん、日が暮れてしまうんで最終的に闇を突っ走ってるシーンなんだけど、うんうん、どうやったら電気ついてつくか分かんないんだよね、うんうん、だからサイレンみたいな明かりだけつけて、その明かりだけを頼りに暗闇の中ずっと走ってくる、猛スピードでね、うん、で後ろからもう追っかけてくるみたいな、そういう展開になる。これもうまさにもう全、ま、全てが闇の中で希望を求めて、どっちに帰ったらいいかもわからない状態で少年が、あらゆる大人たちがその役に立たない状態で助けてくれる人もいなく、自力でそこから脱出しようっていうところで終わる。でそこで水平線が、じゃあ地平線の向こう側から光がバーッと、まあ、デトロイトかな、だから分かんないけど、地方都市の大都会がファーッと上がってくっていうさ、そのシーンで終わるんだけど、これはなかなかすごいなと思って。いや、あれ最後すごく美しいシーンでしたね。そうで、彼らはそこに住んでたんじゃないんだよ絶対。あ、もっとその星座的な小さなところに住んでた、的な、ま、村に住んでたと思うんで、それをその抜け出て歩いて、で、まあ、全部の問題を解決してステージ上がって暗闇の中突っ込んでいくと向こうに光がようやく見えてくるっていうさ、うん、これちょっとさ、だから、うん、俺マッドマックスのアンサー的な感じがすごいした。だからジョージ・ミラーはさ、おじいちゃんじゃん、うん、だからさ、ちょっともっとリアリズムで言ってくんだよね、うん、だから希望なんか持つのは最悪だぞ、とりあえず戻って、うん、あの砦をなんとかしろっていう話でなんだよ。だから、うん、それはそれですごく分かる。だけどあのこう若手が撮ってるっていうのがすごく面白くて、うん、若手は闇の向こうに希望をまず持ってんだっていう、うん、なんかこれがコップカーの、まあ、そのある大事なところだったなって思う。全然ジャンル違うけど、うん、キューブってあるじゃないですか。あ、はいはいはい、あれにちょっと近いものキューブもそうだね。だから、うん、イノセントなものが最後道を開くっていう、最後光を見つけるっていうところではキューブカナダの映画だけどね、まあ、それちょっと似てるところは。でもその子供2人のこの状況の陥り方っていうのがやっぱ今の答えだなっていう風な感じでちょっと面白く見てましたけどね、一、うんうん、つ追い詰められて一つはまあステージ上がったっていうところが面白かったな。そう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 、うん、そう。でそれがだからその都会に行かなかった人間が地方にいてトランプを支持したっていう時は、あの気分だったんだろうなと。俺闇の中突っ走ってんだと思うんだよね、彼らの気分で言うと。だからそのもういいから向こうにいるのがトランプタワーなんだよ、そっち行くしかねえなっていう気分だったんじゃねえかななんて思いながら見ちゃうね。それぐらい あの世界でどうやって生きていくのっていうのを感じてしまう。なぜならばそこにまださ人間的なさ関係性とかさ、その助け合いとかさ、そういうようなものがまだ感じられればいいんだけど、うん、どうしようもないよね。だって肝心な警官があれだからね、まあね、守ってくれるはずの、うん、そう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 。だけどそれでもすがりつくのは社会しかないんですよ、やっぱあの状況。だからそう、光なんだよ。だから光、町にもハッと行ってっていう、その、うんうんうん、そうそうそう、うん、希望を持ってんのかな、誰も頼れない自分を信じて走ってるみたいなコメント今あったんですけど。あ、そう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 、まあ、そうなんだけど、うん、でも自分だけ信じててもね、うん、結局ね、病院連れていかなきゃっていう。あ、でもっていうかそこでそれでいいんじゃないかなと思う。そういうふうな感じ方もあるなと思って、うんうん、だからその希望を持ってなくても自分は信じてるし、ハンドルは自分で持ってるっていう、まあ、そうそう、だからその向こう側にあるものはやっぱりっていう話。そうだ、でもライトの付け方も分かんないんだよ、ね、だけどアクセル踏むんだよっていうさ、すげえ、すげえ時代だなっていう、ね、そうそう、すごい時代の若者の気分を
ちゃんと書いてんなっていうか、闇の中にいるのはもうやだよね、やだよねって感じだよね。単純にもうあのコメディ映画だなと思って見始めてると、意外と社会の深いところまでつく不条理な部分もちゃんと描いてて、なんか深い映画だなっていうふうには見ましたね。そうでそう最初がコミカルだから、だからなんかほのぼのとしたなんかパトカー盗んじゃったみたいなかと思いきや、だからレイさんがいきなりネタバレしたからあれだけど、その展開に裏返った時に、あ、これすごい怖いというか、あのね、深いとこまで行くわと思って、でさらにさらにっていうのがあって、しかもそれ90分ぐらいじゃない、そう、すごいな。だからね、本格派の真面目な人が若手で現れてんなっていうかさ、この間の声の形もそうだったんだけど、若手があれそうか、こんなきつい時代だとやっぱりすげえ若手って現れんなっていう、そういう希望をすげえ感じる。あ、時代がね、時代が、だからやっぱり乱世だし、カオスの方が混沌から生まれるニュースターっていうのが、まあ、ぶち破っていくだろうなっていう感じがすごいするっていうね、やべえな、ご自分分かりました、はいはい、もう一ついっちゃう、いやもうこれで一回あれして次引いてから、はいはい、その触りだけ、うんうんうん、じゃあ、はい、ちょっと触りやって、あ、なるほど、レイ、うん、さん、引いちゃうのね、うん、いいよこれ、あ、俺、うん、見えてないでしょ見えてないこれ、これさ、これ5分でできるからやっちゃっていい？え、マジ？ダメかな？あ、いいですけど、うん、あ、じゃあ、ちょ、振るわ。今ね、100分で名著で道元やってんの、はい、で、道元って何かっつうと、あの禅のお坊さん、日本の鎌倉時代ので、それでまあその親鸞とか出てきて、そのまあその仏教が大爆発した鎌倉時代の中の僧侶で、それ 禅をやって曹洞宗っていうのを開いてて、禅って何かっつったらヨガですね。だから体で悟るっていうことを、うん、そのまあインド経由でそれが仏教と合流して日本に来て、まあ、研ぎ澄まされるんだけど、まあ、その開祖道元の話で、道元が書いた本についてやってんだけど、その中にさ、まあ、禅なんでさ、うん、その、お話で、まあ、これどう解釈するんだみたいな話があるんだけどさ、うん、この人ちょっと面白くてさ、うん、あの木のね、崖っぷちに木が生えてて、木の枝がある、でその 木の枝の枝に口でくわえて、で手はブランとしてて、で足はブランとしてて、これ落ち先着だから、あの落ちたら死ぬところの状態にいる謎の男がいるわけで、それを見つけた人がやったら面倒くさい質問するんだよ。なんで、あのダルマさんはインドからわざわざあの仏教を伝えに来たんですかねってクソ面倒くさいこと聞くんで、これはどういう意味かっていう話があるのよ。どう解釈するかって話があるの。でその状態で質問してん、うん、で、うん、その状態で答えてしまったら落ちて死ぬんだよ、うん、でこの状態をあなたたちはどう解釈するか、そして何が正解か、どういうことなのかっていうことを、これが今週ちょうどやってたんや、100分で勉強で。俺ちょっと、俺それで広幸也さんが出てたんだけど、その解説で、うん、広幸也さん俺会いに行ってて、うん、広幸也さん好きなんだけど、うん、広幸也さんが言ってることがちょっとなんか腑に落ちなくって、うんうん、っていうの後半ちょっと話しようか、うんうん、あ、振りだったらね、そうそう、今そんな話をしたいなと、はいはいはい、これは入会するしかないですね、はい、また道元で、道元で道元で、まあ、いいや、道元で道元もやりますけど、あのエヴァもやりますんで、この後ね、はい、すごい番組だな、もうコップカーからトランプから道元まで行く、今日話やばい、今日やばいね、ちょっといろいろあとまだいっぱい残ってるんで、皆さんぜひぜひね、楽しい時間を一緒に過ごしましょう、週1回、そしてここでちょっとだけお知らせさせてください。詩人久世孝臣君がついに、詩集発売されました。ついに、ちょっとこれ見づらいんですけれども、自分の水を探し出す魚というタイトルの処女詩集が、ありがとう、記念パーティーもあったとか、なかったとか、そう、ね、そうイベントやって、ライブ、人生初ライブも行いました、皆さん拍手ありがとうございます、向かれております。あの今はまだ本屋さんに並んでないですけど、ツイッターとかで言ってくれたらすぐ送りますので、よろしくお願いします。プレゼント企画もね、そのうち年末やりますよ、はい、クリスマスにね、じゃあいいね、はい、2000冊ぐらい、2000冊も吸ってないんで、あげられないんですけれども、はい、とにかくあのツイッターかなんかで問い合わせてくれたらすぐに発送いたします。よろしくお願いいたします。以上で大丈夫です。そうですね、はい、まあ予約みたいな感じですか。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。そして、来週のお話をここで、来週23日水曜日、
祝日でございますね。いつものチャンネル放送、特集会で第何回なの、もう56回目ぐらいかなになるんですけれども、やります。ユーリオンアイス、そしてアガペイゾ、ついにレイさんが、いや自分の作品を全然語らない番組でおなじみのこの山田さんですか、ついにあの俺が高校時代にずっと読んでたあのアガペイゾ、高校野球漫画も全く季節関係ないんですけど、やりましょう。高校野球でゲーっていうね、ゲーマン、そう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 、ボーイズラブです、うん、はい、でそれを今もうねすごい話題のあのフィギュアスケートアニメ、うん、そうです、ユーリオンアイス、ユーリオンアイスにと抱き合わせで、抱き合わせ抱き合わせで、いやもう今しかないだろう、アガペイズの話するのはこのタイミングしかねえだろ、ユーリとユーリはね、うん、マジでね、うん、そうなんです、山本さよ監督の、そうそう、でさよちゃん、もうね、さよちゃんこの忙しいのにまだちゃんと見てっかんで、ね、フィギュアだ、そうだから真央ちゃん今回ちょっとね、うん、いい話してたら怪我がどうのなんつって、総監督、うん、なんかやっぱ本気だな、ガチだなみたいな、うん、ちょっとだからその辺の話からちょっとユーリとそのね、そのアガペイズの話、うんうん、アガペイズどんな感じで作ったのかとか、うん、今ちょっとまあ、うん、あえてちょっとだけ話そうかなと思って、はいはい、うん、山本さよさんは来てくれないんですか。いや、出たがりじゃないんでね、うん、なんかコメントとかなんか、ね、ちょっと聞いてみます、うん、はいはい、そしたらもっとわっと盛り上がると思うんで、てか有利を盛り上げたいよね、そうですね、うん、ちょっと応援したいですね、ちょっと単純に感動するほどアニメーションだったんで、感動するほどアニメーション、アニメーションってこうじゃないとなっていう動きで本当感動させてくれてる、あれ、うん、過剰な演出全然ないんですよ、そうなん、それがすごいなと思って、本当に、うん、一見地味なんですけど、うん、そうじゃないっていうところが、ね、なんかさすが本当にもうさすが、いやちょっとアニメのステージ変えちゃったなっていう、あ、そこまでいきますか、俺は思うよ、でもオープニングだけでも見てもらいたい、ます、本当にすごい、はい、ということで、来週はもうお祭りというか、まあ、うん、今月の最大の特集会、うん、アガペイズとユーリオンアイス、うん、両方やります、うん、ので、まあアマゾンなんかプライムだっけ、うん、あのあれで Fire TV にあったんで、うん、ユーリオンアイスもだから、それも予習してきていただければなと思いますんで、うんうん、よろしくお願いします。では、後半に行きましょうか。はい、ありがとう。二次会、道元の話から始まります。次は二次会です。二次会です。二次会、二次会行く人。二次会行く人。二次会行く人何人います？二次会行く人。もう変わる。二次会。はい、すいません。はい、二次会は。